どうも、トシソウです。お待たせしました。47都道府県路上弾き語りの旅シリーズ。今回は京都編です。この日はですね、和歌山、兵庫、奈良、京都と1日で4県回った日のラスト日ですね。だいぶ疲労感が出ている映像になっておりますが、そこら辺も楽しんでいただければと思います。それでは京都編ご覧ください。はい、どうも、京都ついていろいろみちるさんに、いつも、ツイキャスに来てくれるリスナーのみちるさんに案内してもらって河原町の方に来てます。3日目、京都で終わりです。まあ、30分ぐらい日が経っていきます。あっという間に警察でした。移動します。なんかラストに、まあ、3日目ラスト不思議な感じでですね。京都いいところだな。時間が遅くなっちゃう。あ、もう10時になってるのね。どこ？三条大橋。あの、今回の弾き語りをやってて思ったんですけど、口の中に髪の毛がもう完全に入るようになったんです。あっ、歌っててすごく髪が邪魔だな。京都いろいろ条例あって厳しいから。そうなんですね。なるほど。京都の方ってなんかみんなおしゃれですよね。そう、はい、京都の人って東京と人でいろんな人が集まってるから。ああ、京都じゃない。あ、そうなんですね。なんかアーティスティックな雰囲気を感じる人が多い。結構やっぱ人多いですね。多いね、今日平日なのに。しかも雨なのに人多いな。しかもみんな仕事じゃないのかな。10時半までには多分準備できるかと僕は思って予想してるんですけれど、10時半から、11時まで、目いっぱいやります。もう声が出るかどうか。あれ、駅ですか？京阪です。橋です。結構降ってます。よいしょ。で、ということで、三条大橋でやります。はい。まあ、ここは警察来ないでしょう。来ても全然許される、苦情が来るようなとこじゃないんで大丈夫だと思います。はい。
東京から来ました歳三と申します。何曲か歌を歌わせていただきます。ステッカーもらってください。いいですか。はい、バンドのステッカーなんで。僕もあのバンドやったりして。あ、本当ですか。またなんか。よっ。ありがとうございました。東京から来ました歳三と申します。何曲か歌わせていただきました。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。いや。あります、見ていただいた通りあります。カセットテープがあるんですよ。カセットテープ聞かないからね。ベストバンド CD があります。ありがとうございます。あ、配信の皆さんもありがとうございました。あ、今日一日終わったよ。はぁ、あ皆さん見てくださってありがとうございました。また明日なり今日の夜中なり配信するかもしれません。ゆっくりします。ありがとうございました。よっ、しおりちゃんに買っていただきました。ちょっと招けてくれてありがとうございます。あ、声取れるかなこれ。はい、はい、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、もう西井さんに大変お世話になりました。こちらこそありがとうございました。はい、京都、道さんの言われるがままやってきました。でもすごい楽しい、あのいろんな貴重な体験させていただきました。明日からも頑張っていきます。頑張って。